その横しにあるのはなんか昭和50年とかまだ全然新しいやつで、これですよね。ある？普通の旗これもしかして、あれとか、1938年、昭和13年、5月21日未明、岡山県西加茂村海洋集落、現津山市にてその事件は起きた。犯人は同集落に住む当時21歳の土井睦夫。睦夫はあらかじめ用意していた散弾銃やブローニング猟銃、そして斧や日本刀などで同居していた祖父を筆頭に村民たちを次々と殺害、その後自らも命を絶つ。犯行は計画的で、事前に送電線を切り集落を孤立させるなど用意周到なものであった。今回その犯人土井睦夫のお墓があるということで、そこに行ってみることにしたのだった。そして今回行く場所を Google マップで検索をかけると出てきます。こんな感じです。津山市内からかなり上に行ったところですね。鳥取県の県境の方にある場所にあります。はい、前になりますけど、今日はこちらの方に行ってみたいと思います。いやもうめっちゃいい天気でね、もうほんまハイキングとかねめっちゃいいと思うんですけどね、もうずっと。でもすぐそこだよ。なんかあれね、ここがあるお腹がちょっとビービーしたんで有名かなって思うんですけど、何これ記念碑、国何じゃこれ、昭和61年。あ、でもあれだ、あの土井っていう家系の名前が書いてあるね。ああ、土井睦夫の関係かな。土井、土井が1234、事業費1億100万円だって。この先じゃない、そうだね、こっち側だね。横しにあるのはなんか昭和50年とかまだ全然新しいやつで、これですよね。ある？秘密の墓、これもしかして、でもちょっと丸、もっと丸っこくないですか。あれ、これじゃ、これっぽいですね。何が？あ、そうだね、それだ。お酒、これだね。なんかすごいですね。向こうは立派なのに、本当に。やっぱり事件を起こしたから、同じ家でもやっぱりこうやって、うん、全然高さ、ね、違いますよね。本当埋葬の仕方が本当に
あ、やっぱこれじゃん。これなんだ。これですね、やっぱり。あ、ほんまやな。この石なんで、これ、すごいな。でもこれ、名前とかは書いてないよね、その。そうですね、名前やっぱり、シュズルタンっていうのかな、もしかして。ねえ。という方は、そうですね。おるんだね。ね、今日まあ一応リクエストでもあって、はいはい、前々から言われてた、ぜひ行ってくださいということで行ってるわけですけど、やっぱいろんな理由でやっぱあそこにあるんだろうね。ああ、なんかちょっと隠しちゃうみたいな感じじゃん、ね、だからその本家の場所に置くよりかはもっと向こうの橋の方に、ね、今ちょっとねちょっと顔出してるぐらいな感じで、やっぱまあでもああいうところにちゃんとしたところに埋葬というかああいう形しないといけないないんだろう ね、 そうですね、死んだ人は、一応ねその先祖ですから、そうだね、家系のあってっていうことなんで、というわけで今日は終わろうかなと思います。またその八つ赤村シリーズのまで載せてあるんで、話が分かんない人はそれを見てもらったらいいかなと思います。すごいというわけで今日は終わります。迅速で終わったらでもな、そうですね、だいたいなんかそんなに面白い道じゃないから、確かにずーっとまっすぐ行っただけで、ね、下のところに駐車車止める場所があって、うん、休む場所があって、そこからずっとね向かっていくんだよ。そう、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。